ファイルはドイツの数学者。ドイツ語の発音に従ってバイルとも表記される。数論を含む純粋数学と理論物理学の双方の分野で顕著な業績を残した。20世紀において最も影響力のある数学者であるとともに初期のプリンストン高等研究所の重要なメンバーであった。研究の大半はプリンストンと スイス連邦工科大学で行われたものであったが、ダフィット・ヒルベルトとヘルマン・ミンコフスキーによって確立されたゲッティンゲン大学の数学の伝統の継承者でもあった。ワイルは空間、時間、物質、哲学、論理、対象性、数学種など多岐にわたる分野について多くの論文と著書を残した。彼は一般相対性理論と 電磁気学を結びつけようとした最初の人物の一人であり、アンリ・ポアンカレやヒルベルトの唱えた普遍主義について同時代の誰よりも深く理解していた。特にマイケル・アティアは数学上の問題に取り組む際、常にワイルが先行する研究を行っていたと述解している。ドイツのハンブルクに近いエルムスホルンに生まれ、1904年から1908年まで、 ゲッティンゲン大学とミュンヘン大学の双方で数学と物理学を学んだ。ゲッティンゲン大学では敬愛するダフィット・ヒルベルトの指導の下で学位を得た。数年間大学で教育に携わった後、数学のポストを得て、スイス連邦工科大学に移り、一般相対性理論の研究を行っていたアルベルト・アインシュタインの同僚となった。アインシュタインは後に、 数理物理学で業績を残すことになるワイルに大きな影響を与えた。1921年にワイルはチュリッヒ大学に教授として移ったエルヴィン・シュレーディガーに会っている。彼らはその後も親しく交際した。ワイルはヒルベルトの後継者となるため、1930年にゲッティンゲンに戻ったが、妻がユダヤ系であったため、 ナチスの力が強くなると1933年には、プリンストン高等研究所に移り、1951年に退職するまで、そこに在籍した。その後は、妻と共にプリンストンとチューリヒで過ごし、1955年にチューリヒで死去した。エルンストペシュルと共に1913年、ワイルは、リーマンメンの統一的な扱いを可能にした、論文。 リーマン面のアイデアについてを発表した。この中でワイルはリーマン面の理論をより厳密にするために一般トポロジーの概念を用いその後の多様体の研究に影響を与えた。これはライツェニエヒベルトゥス・ヤンブラウアーのトポロジーに関する研究からヒントを得たものである。ワイルはゲッティンゲン学派の主要人物としてアインシュタインの研究を 初期の段階からよく理解していた。彼は一般相対性理論の発展を追った著書、空間、時間、物質を1918年に発表したが、これは広く読まれ、1922年には第4版が出版された。1918年に彼はゲージの概念を導入し、現在ゲージ理論として知られている最初の例を与えた。ワイルのゲージ理論は、 電磁場と重力場を時空の幾何学的性質としてモデル化しようとするものであったが、この試みは成功しなかった。リーマン幾何学におけるワイルテンソルは友形幾何学の基礎となる重要なものであった。1929年に彼は一般相対性理論における四つ足場の概念を導入した。 1923年から1938年までに、ワイルは行列表現に関するコンパクト群の理論を構築した。コンパクトリー群の場合について、重要なワイルの指標公式を証明した。これらの結果は、彼が軍論によって基礎づけた、量子力規格の対象な構造を理解する上で、重要である。スピノルもこれに含まれる。ジョンフォンのイマンによる、 量子力学の数学的基礎付けとともに、これは1930年頃から一般的な手法となった。また、非コンパクト群とその表現、特にハイゼンベルク群にも深く関係している。ワイルの研究以降、リー群とリーダイ数は、純粋数学と理論物理学の双方で主流となった。後の研究に大きな影響を与えた彼の著書、古典群では、 普遍式論について再考し、対象群、一般線形群、直行群、社交群と、その普遍式、群表現について考察した。ワイルは、ディオファントス近似における一応分布モッド1のための、基準とともに、指数和の用い方を示した。これは、解析的整数論の重要なステップとなるもので、ベルンハルトリーマンのゼータ関数、過法的整数論に応用され、 多くの数学者によって改良された。著書、連続体論において、ワイルは、バートランド・ラッセルの語り論を用いて、非科術的な論理を構築した。彼は、古典的な大数学のほとんどを、配中率や排理法、ゲオルク・カントールの無限集合を用いずに構築する、ことに成功した。ワイルの思想は、この頃、ドイツのロマン主義者、 主観的観念論者であったヨハンゴットリープフィフテの急進的な構造主義の影響を受けている。連続体論を発表した後、ワイルは自身の立場をブラウアーの唱える直感主義に移した。連続体を構成する点は理算的な実態として存在する。ワイルは単に点の集まりでないものとしての連続体を望んだ。彼は自身とブラウアーのために そのことを述べた論文、我々は革命であるを発表した。この論文は、ブラウアー自身の仕事より、はるかに広い影響を与え、直感主義の見方を広めた。ジョージ・ポーヤとワイルは、1918年2月9日に、チューリッヒで開かれた数学者会議において、数学の今後の方向性についての賭けを行った。ワイルは、今後20年の間に、数学は、 実数や集合、加算性の概念の曖昧さを認識し、実数の最小上階性の審議について問うのは、ゲオルク・ビル・ヘルム・フリードリ・ヒ・ヘーゲルの自然哲学の基本的な主張の審議を問うのと、同程度に曖昧であることを認識することになるだろうと予想し、そのような疑問に対する答えは、検証不可能であり、体験することができず、したがって無意味であるとした。 しかしながら、数年のうちに、ワイルは、ブラウアーの直感主義が、批判者が言うように、あまりにも多くの制約を数学に与えると、考えるようになった。この危機に関する論文は、ワイルの形式主義の詩であった、ヒルベルトの思想とは相入れないものであったが、1920年代になると、部分的ながら、自身の立場を、ヒルベルトの思想と調和させるようになった。 1928年頃からワイルは、数学的直感主義は、エトムントフッサールの現象学的哲学に対する、自身の情熱とは相入れないと考えるようになった。晩年、彼は数学を、記号的構造物と考える立場を取るようになり、ヒルベルトや、エルンストカ・シーラーの思想に近づいた。ただし、これについては多くを記していない。ワイルの以下のコメントは、 幾分冗談を交えたものであるが、彼の人柄をよく表している。私の仕事は常に真実を美と統一しようとするものであった。しかし、どちらか一方を選ばざるを得ない時には美を選んだ。数学の究極の基礎、究極の意味についての問題は未だに解決されていない。どの方向に進めば、 最終的な答えが見つかるのか、あるいは最終的な解が存在するかどうかすらわかっていない。数学科は、言語や音楽と同様に、人間の高度に独創的な創造的活動の一つに過ぎず、その歴史的決定を完全に客観的に合理化するのは不可能なのかもしれない。ゲザマルタ・オペハンド・ランゲンより、数学の問題は、 それ自身で孤立して存在するものではない。循環論法は、通常の集合や関数の概念の曖昧な性質に基づいた解析学に浸透し、容易に修正できない誤りとなっている。最近では、トポロジーの天使と抽象大数学の悪魔との葛藤が、すべての数学の研究で起きている。ありがとうございます。